2024年の10月から11月あたりに Windows の例年の大型アップデートである 24H2 がリリースされると思われます。Windows には開発中のバージョンを試すことができる Windows Insider Program という仕組みがあります。これを使うことで 24H2 の開発中のバージョンを試すことができます。Windows 11ではハードウェアの要件が以前より厳しくなっています。 インテルの CPU だと、第8世代以降でないと、要件を満たしません。また、TPM2.0 やセキュアブートといった要件もあります。しかし、レジストリを書き換えるなどの裏技を使うことで、動作保障外になりますが、要件チェックを回避して、古いパソコンに Windows 11をインストールすることができます。今回の動画では、 公式には Windows 11に対応していない古いパソコンに前述したような裏技を使って 24H2 の開発中のバージョンをインストールして動作するかどうかを試してみました。開発中の 24H2 をダウンロードするには Windows Insider ログラムに参加します。誰でも参加することができます。ただ、 一旦参加すると、プレビュー版の Windows を使う状態になります。プレビュー版は開発中のものであり、動作が不安定になったりすることもあります。また、製品版に戻す際に、クリーンインストールが必要になる場合もあります。Windows Insider プログラムに参加する際には、テスト用マシンや仮想マシンを使って、普段使う環境では参加しないことをお勧めします。 Windows 11のパソコンから参加する方法を解説します。スタートボタンから設定をクリックします。設定が開きます。画面左端のメニューで Windows Update をクリックします。Windows Update に切り替わります。画面を下の端までスクロールします。すると、 Windows Insider プログラムの項目があります。こちらをクリックします。使用を開始するのボタンをクリックします。アカウントにリンクをつなげて、プログラムに参加するのメッセージが開きます。アカウントを紐付けるのボタンをクリックします。Microsoft アカウントにサインインする状態になります。 Windows Insider プログラムと紐付けるアカウントを選択します。続行のボタンをクリックします。アカウントの契約事項を確認するの状態になります。続行のボタンをクリックします。インサイダーチャンネルを選択するの状態になります。VIV チャンネルを選択します。 続行のボタンをクリックします。リブチャンネルに関する注意事項が表示されます。続行のボタンをクリックします。デバイスの契約をレビューするの状態になります。続行のボタンをクリックします。このデバイスを再起動して作業を完了しますの状態になります。今すぐ再起動のボタンをクリックします。 開発中の Windows 11.24H2 をクリーンインストールするために 24H2 の ISO ファイルをダウンロードします Windows Insider Preview ダウンロードのページに接続しますページのアドレスは動画の概要欄をご参照くださいなおアクセスした際に Windows Insider プログラムのメンバーでなければならないというようなページが表示される場合がありますこの時は 画面右上のサインインのアイコンをクリックします。サインインする状態になりますので、Windows Insider Program と紐付けた Microsoft アカウントでログインします。ログインした後で、Windows Insider Preview ダウンロードのページをリロードします。ページを下の方にスクロールして、セレクト、エディションの箇所に移動します。Windows 11 Insider Preview デブチャンネルを選択します。コンファームのボタンをクリックします。言語を選択する状態になります。ジャパニーズを選択します。コンファームのボタンをクリックします。64bit ダウンロードのボタンをクリックします。 これでダウンロードが始まります。ダウンロードが終わるまでしばらく待ちます。ISO イメージを元にインストール用の USB メモリを作ります。まず、そのためのツールとして r u f ァ s をダウンロードします。r u f ァ s のサイトに接続します。サイトのアドレスは https://rufas.ie/.ja/. <ッ>です。ページを下にスクロールして、ダウンロードの箇所まで移動します。ポータブルタイプのルーファスをダウンロードします。パソコンに USB メモリを接続した状態で、先ほどダウンロードしたファイルを実行して、ルーファスを起動します。 ユーザーアカウント制御のメッセージが表示されたら、はい、のボタンをクリックします。選択、のボタンをクリックします。ファイルを選択する状態になりますので、24H2 の ISO ファイルを選択します。開く、のボタンをクリックします。スタート、のボタンをクリックします。 インストーラーのカスタマイズを行う状態になります。4GB 以上の RAM、セキュアブート及び TPM2.0 の要件を削除のチェックボックスはオンのままにしておきます。これにより Windows 11非対応の古いパソコンでもインストールすることができるようになります。また、オンラインアカウントの要件を削除のチェックボックスもオンのままにしておきます。これにより マイクロソフトアカウントがない状態でもインストールすることができます。OK ボタンをクリックします。デバイスが消去されるというメッセージが表示されます。OK ボタンをクリックします。インストール用の USB メモリが出来上がるまで数分待ちます。準備完了と表示されたら完成です。 Windows 11非対応の PC に、Windows 11-24H2 の Dev チャンネル版をインストールしてみます。CPU は第4世代の Core i3-4370 です。24H2 の USB メモリをセットし、ネットワークには接続していない状態で、PC を起動します。Windows 11のロゴが表示された後、しばらく待ちます。言語設定では、 設定を変えずに、次へ、ボタンをクリックします。キーボードの種類で、日本語キーボードを選択します。次へ、のボタンをクリックします。セットアップオプションを選択する状態になります。Windows 11のインストールを選択します。ファイル、アプリ、設定など、すべてが削除されることに同意します。 のチェックボッククボスをオンにします次へ、のボタンをクリックします。プロダクトキーを入力する状態になります。プロダクトキーがありません、をクリックします。イメージを選択する状態になります。Windows 11 Pro を選択します。次へ、のボタンをクリックします。 ライセンス条項が表示されます。同意するのボタンをクリックします。ディスクが検索されます。インストール先の領域を選択します。次へのボタンをクリックします。インストール準備完了のメッセージが表示されます。 インストールのボタンをクリックします。インストールが始まります。インストールにはしばらく時間がかかります。再起動したら国として日本を選択してはいのボタンをクリックします。キーボードレイアウトの選択ではいのボタンをクリックします。二つ目のキーボードレイアウトの追加のステップでは スキップのボタンをクリックします。ネットワークに接続しましょうのメッセージが表示されます。インターネットに接続していませんをクリックします。ログインの際のユーザー名を入力する状態になります。ユーザー名を決めて入力します。 次へ、のボタンをクリックします。パスワードを入力する状態になります。パスワードを決めて入力します。次へ、のボタンをクリックします。パスワードを確認する状態になります。パスワードを再度入力します。次へ、のボタンをクリックします。 セキュリティの質問を入力する状態になります。質問を選択し、答えを入力していきます。デバイスのプライバシー設定の選択の状態になります。次へのボタンをクリックし、同意のボタンをクリックします。インストールが無事完了しました。 システムのバージョン情報を確認したところです。CPU は Core i3 4370です。また、Windows のバージョンは 24H2 と表示されています。このように、本動画作成時点では、Windows 11非対応のパソコンでも、いわゆる裏技を使うことで、Windows Insider プログラム版の 24H2 をインストールすることができました。ただ、 24H2 の本製品がリリースされるまでに仕様が変わる可能性もあります。今後の動向に注目したいです。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。